はい、皆さん、こんにちは。淳一です。今日はですね、ちょっと、オーディオの情報の更新という形で、チャンネルの方を進めてみたいなと思います。実はですね、最近、このゼネラルトランス販売さんの、キットのアンプをね、聞く機会がありまして、またね、オーナーの方から、キットを出したよっていうことでお話を聞かせていただいたので、ちょっと動画をね、作らせてもらえればと思って、今日はちょっと紹介をしたいなと思います。で、まず、このゼネラルトランス販売さんってすでに、私のチャンネルでは何回か取り上げているので、名前を聞いている方あるかと思います。でホームページはね、このゼネラルトランス販売って入れ、ゼネラルトランスって入れればすぐ出てくるんで見つけられると思います。で、そこから、このね、オリジナルアンプセットっていうところをクリックすると、こういう形の画面でいろいろ出てきます。で一番、右から見ていきましょうかね。右にあるのは、A0-01 って言って、シャーシと外装部品セットっていうものがあるんですね。で、あとはこれに、電源トランスとか、チョークコイル、あとは出力トランスを買って、あとはね、真空管、何に使うかっていうのを決めて作れると。だからアンプ製作ってどうしてもシャーシ加工がすごく大変なんで、そこを、一気にすっ飛ばしてできるような、キットですね。で、塗装はされていないので、自分の好きな色で塗って、自分のアンプを作れるっていうような形のものです。で、それから、この A01TR っていうものと、A-01TRCR っていう2つがあります。こっちの TR っていう方は、コンデンサーとかね、抵抗の部品がないもんですね。ですから、すべて揃ったキットを作ってみたいなっていう人は、この左から2番目のやつが、該当する製品になります。でちなみに一番左は何かっていうと、このキットを買って、ちょっと自分で作れそうにないなっていう人は、この一番左のものも一緒に買うと、お店の方でね、組み立ててくれるっていう便利な、組み立てサービスみたいなものですね、になります。じゃあ、これをね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。でね、これこう見ていくと、A01TRCR、6CA7EL34 って言って、6CA7 とか EL34 っていうのは、五極管とかビーム管、どっちもあるんですけども、の、出力管のことを言います。出力管っていろいろ小さいものだと 6B95 とか、そういうものからありますけど、6CA7 は、大出力ではないんですけども、中と大の間ぐらい。大っていうと KT88 とか6550っていう部類になるんですね。ただ 6CA7 も、高い電圧を使えば、大きなパワーは取れる、ものです。ちょっとね、これ、中見ていきたいと思うんですけども、A-01 穴開け加工済みシャーシと外装部品、トランス、CR 部品、それからシャーシ塗装はありませんよと、真空管は別途購入してくださいっていうものです。で、6CA7 トランスセットに、ここに書いてあるね、回路図、後で開いて見ていこうと思います。回路図に使用する CR 部品。CR っていうのは、C っていうのはコンデンサーのことですね。R っていうのは抵抗のことになるんですけども、中で使用するそういった電気の部品が、追加されたセットになっていますよということです。じゃあこれ早速なんで回路図見てみようかなと思います。で、実はね、これゼネラルトランスさんにお伺いしたら、無線と実験のね、有名なライターの方の、アドバイスのもとに回路ができているよなんていうことを言われてたんで、非常に音もね、楽しみな回路じゃないかなと思います。で、こうやって開いてみると、パッと見て出てくるのが、6CA7 が、ありますね。使い方としてはこれ三極管接続っていうつなぎになってます。で、それから、電圧増幅とドライバー段として、6SN7、1本使ってますね。で、6SN7 は双三極管って言って、三極管のユニットが1つのガラスの中に2個入った真空管になるので、こういった形でね、1本の真空管でも2つ分の増幅ができるような形になってます。それから、整流はダイオードじゃなくて整流管を使ってます。5AR4 っていう防熱タイプの整流管を使った回路になってます。ここがね、ヒーター回路が 5V の2A になってますから、
ちょっとね、5U4 とかは使えないですね。5AR4 ですけども、5R4 とか挿しても、まあ、これ多分150ミリぐらいなんで全然使えるかなと思います。そして、ね、このキットの、僕なりのですね、僕なりの、純一なりの、ポイントとしては、非常にね、チョークコイル、電源回路にチョークコイルがたくさん使われているんですね。ですので、電源のしっかりしたですね、回路。つまりね、電源回路がしっかりしているっていうことは、真空管自体の動作がすごく安定して動作するっていう特徴が出てくるんじゃないかなって個人的にはね、思います。他にももっとメリットがあって、もちろんこういう回路にされていると思うんですけども、電気的に言うと、もともと交流を直流に直している回路なので、こういったチョークコイルをいっぱい入れてあげることで、リップル分が低く抑えられたり、安定度が上がったり、で、安定度が上がることによって真空管の動作も、しっかりすると、そういうメリットがあってくるかなと思います。じゃあ、これをもう少しね、入力分から順番に見ていくと、まあ、入力が100キロのボリュームが入ってますね。ここね、こうやってちょっとこれは、アースの書き方してるんですけど、実際アンプに組むときは、これ、シャーシに落としちゃダメですよ。全部落としちゃダメですよ。あとで実体配線図を一緒に見ていきますけど、実体配線図見てみると、これずーっとつないでるんですね。で、つないで、どっか一箇所で、ポコンってシャーシに落とすんです。ここの電源回路がそういう書き方してますね。ここの、コンデンサーが C4 とか C5 ってC5 2つあるんですけど、なっていて、これずーっとつないでいって、この右だけこうやってアースのマーク入ってますよね。これと同じですね。ここもずーっとアースのマーク入ってるんですけど、これアーシングしないで、全部つないでいって、どっか一箇所で落とすと。そんな風に、本来はね、していく、ところになります。じゃあちょっともう一回戻るんですけど、で、100キロで、ボリュームですね。まあ、これはボリューム常用してもいいですけど、プリアンプをお持ちの方であれば、一回位置決めたら、まあ、あんまり変える必要はないやつかなと思います。そして、ここに470キロがもう一個入っているのは、このボリュームを、例えば一番絞り込んだ時って、グリッドがね、これ、アースにつく、こっちは大丈夫かな。上の方にするとかね、ボリュームだけだと、ちょっとこの真空管の動作が安定しなくて、ノイズが出たりとかね、変な発信しちゃったりすることがあるんですよ。でそういう発信を防ぐためには、ボリュームの後にもう一個、こういう高抵抗、470キロとか、1メグとかね、1メグっていうのは1000キロのことですね。の抵抗なんかを入れてあげると、動作が安定するようになります。でその後、6SN7 の、動作は、仮想導のね、自己バイアス型の回路になっています。でここ1キロオームで、通常は、ここに、コンデンサー、バイパスコンデンサーというのを入れるんですけども、これは入ってないですね。つまり、電流機関というのをかけているような回路になります。でもう一つ、回路について本人から聞いたわけではないんで、推測ですけども、これ 6SN7、6SN7、6CA7 ってなっているので、ゲイン、つまり、増幅度ですね。増幅度が非常に高いアンプになっちゃうんで、これ電流機関かけて、増幅度を抑えてるっていうところもあるんじゃないかなと思います。で、プレートが、電圧が 134V で、27キロのプレート負荷抵抗をつけてる形ですね。で、その後見ていくと、ここ470キロの、グリッドリークの抵抗が入ってます。あと、ここに面白いのは47キロが入ってるんですね。だから47キロと470キロなんで、ここで、9割ぐらいに原因を落としてますね。ここに、もし10入ってくると、こっちのグリッド入ってくのは、9ぐらいになるような、10% ぐらい、この抵抗で消費されるような、形になってます。これはちょっと注目したいのは、ここコンマ47マイクロと470キロになってますので、ここのね、時定数すごく低いところにとって設計をしているなということがわかります。これ低くしているっていうことは、電源回路もね、多分コンデンサー大きいのにしないと、低域のね、発信の心配がありますので、そこの定数もしっかり取られているんじゃないかなというふうに思います。そして、信号は2個目の 6SN7 に入ります。
で、2個目の 6S17 の方がプレート電圧が 191V で高くなっているという形ですね。で、プレートの負荷抵抗も 22kg ですから低くなっていて、より、なんていうのかな、強力なドライブができるような回路構成にされているんじゃないかなと思います。そして、次に1マイクロファラットのコンデンサーを介して 6CA7 の、グリッドに入っていくと。そんな風になってます。6CA7 の酸欠の、グリッドリーク抵抗はここの場合は100キロオームを使ってますね。それから、自己バイアスの回路になっていて、そのバイアスの抵抗は330オーム使って、回路が作られているような形です。それから、この三極管接続になっているんですけども、ここのね、47オームって非常に重要ですね。第2グリッドとプレートを接続するときにこう入れます。これはね、発信止め用の、抵抗になりますので、つける際は、また後で多分実体配線図にも書いてあると思うんですけど、この真空管のソケットのね、ギリギリのところにこれ47オームつけるんですね。この47オーム入ってからリード線をビューンって伸ばしてここにつけても、そのビューンって伸ばしてるリード線の中で発信しちゃったりするんで、そういう使い方は、あんまりね、おすすめしないような形です。そして、ここに PMF11WS2.5。多分 11W のアウトプットトランスだと思うんですけども、使われてますね。で、スピーカー端子は0468-16ってありますので、まあ、今売っているものであれば何でもつながるような形です。そして、16オームの端子から NFB を戻して、ぐーっと戻ってくると、ここに書いてありますね。で、NFB は 2.5 デシと6デシって書いてあるんです。これね、どっちもね、すごく、ちょっとだけですね。これ本当に気持ち特性を改善したりとか、ノイズですね。ハムみたいなノイズがもし乗っちゃうような形であれば、ここの NFB があるので、ちょっとそれが安定されて少なくなるような形になるのかなと思います。段数がちょっと多いんでね、あんまり深い NFB かけると、測定器内でかけるとあまり良くもないので、まあ、こういう設計にされているんじゃないかなと、推測ですけどね、しています。それから電源トランスを見ていくと PMC の 220HG っていうものを使ってますね。350と370のタップがあって、-70V の、これは固定バイアス用のタップも出てるトランスですね。ここで375でも、まあ自分の責任でっていうお話になっちゃうんですけども、変えて楽しむこともできるんじゃないかなと思います。それとか、350の方にして、固定バイアスの回路に変えて、音を変え、違いを楽しむとかね、そういうことももちろんできます。で、電源回路の、どういうふうに整流しているかってみると、さっきですね、チョークがいっぱい入っているって話をしたんですけども、もう一つ面白いことしてますね。通常、こうやってチョークコイルがあると、このチョークコイルの後で、まず最初に出力管というか出力トランスに配線が行くんですけども、で、そこの出力トランスに行く途中の配線から、ドライバー弾とか電圧増幅弾用に、回路を分岐するんですね。もうこれ分岐しないで、この整流管から出たところで一気に二股に分けて、パワー弾用と前弾用に回路分けてますね。これ多分ね、安定度すごく良くなると思いますね。パワー弾の電流に引っ張られない。まあ、もちろんこっち側もその電流の動きに引っ張られるんですけども、電圧増幅弾とかドライバー弾が汚れにくくなるんじゃないかなと思います。この回路をすることでね。で、あと 2.7 の 5W と 8.2 の 3W。この辺はまあ、普通のデカップリング回路じゃないかなと思います。それから、ヒーターバイアスをここで作って、このヒーター回路のところにね、つなぐようになっています。ここで間違えちゃいけないのは、ヒーターバイアスかけた場合は、グラウンドに落としちゃいけないと。いうことだけは間違えないようにしないといけないかなと思うところです。はい。
で、あとはですね、ここ実は片切りのスイッチが入ってるんですけど、私のチャンネル見ていただいてるマニアの方は、皆さん両切り使った方がいいですよっていうことは言われてるんで、スイッチの穴の大きさ一緒ですからね、自分で買って付け替えてもいいんじゃないかなという感じはします。じゃあ続いて、ホームページに戻ると、自体配線図があるんで、これもね、見てみようかなと思います。どんな感じでしょうね。こういうふうになってるんですね。これ、裏から見てるんで、表から見るとこれ逆ですね。だから電源トランスが右側で、送服回路が左側にあるパターンの配線になってます。AC ネットがあって、ヒューズがあって、電源トランスがあって、チョークコイルがいくつかあるって形ですね。で、5AR4 があって、パワー管がありますね。で、これね、さっき、アースの落とすのは1箇所にするんですよって話をしたんですけども、そうなってそうですね。どこでアース落としてるかな？ちょっと探すのが大変なんですけど、こういう、ちょっと今はね、右側の方をこうマウスで示してるんですけど、わかりますかね？ここにラグ端子っていうものがついてるんですけども、そこの真ん中の端子っていうのは、シャーシとつながってるんですね。でも、ここを使ってないですから、一応浮いてるかなと思います。ここですね。このアンプの場合は、シャーシに落とすのは、この一番下がこれ、ボリュームって書いてあるんですけど、ボリュームからちょっと右側出てもらうと、この47マイクロファラット450ボルトって書いてあると思うんですけど、そこのこのマイナス端子が、ここのラグ端子に落ちてるんですよ。多分ね、ここで全部落としてんじゃないかなと思いますね。いろんな人のやり方があるんで、これはこういうやり方で、ここを1点で落とすっていうやり方を採用されているんだと思います。他のラグ端子とかのね、こういうとこ使ってないので、そういうことだとは思います。これはね、今パソコンの画面とか、あとはスマホの画面で見られてると、すごいちっちゃいと思いますけども、コンビニに行って A3 でカラー印刷してくればですね、すごく大きくなりますから、それ見ながらですね、作れるかなとは思います。それからもう一つ、これね、組み立て手順書ってちゃんとあるんですね。これホームページでアクセスすれば誰でも見れますんで、興味ある方ね、ぜひ行って見てみると面白いと思います。いいですね。これちゃんと、ここね、一番最初に大切なこと書いてありますね。本機は電子工作の経験がありって、うにゃらかんにゃらって書いてありますよね。知識ある方がやってくださいと。配線の間違いないことを確認したりする必要がありますよっていうことですね。で、特徴って書いてありますね。シンプルな回路のシングルアンプなので、組み立てが比較的簡単です。で、当社開発のトランスを使用することで、本格的な真空管サウンドが楽しめます。多分ね、これトランスメーカーさんがやってるキットなんで、すごいコストパフォーマンスすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、完成後、各部品をバージョンアップすることで、より上級のアンプに改造できます。どういうことかっていうと、キットについている、部品っていうのをね、トランスはまだちょっと買いづらいですけども、抵抗とかコンデンサーは、比較的入手が良くて、価格的にそんなに特別高いものを使っていることはないと思います。ですから、それを一回組み立てた後に、皆さんが好きなね、抵抗とかコンデンサー買ってきて、買った後に、グレードアップするっていう楽しみができますよっていうことですね。すごく面白いんですよ。その部品を変えるだけで、音ってすごく変わるんで、好きなね、その CD の好きなような感じに出るように、少しずつ煮詰めていくってことができるセットになってるってことですね。それから、2番にはね、組み立てる前の準備っていうことで、必要な工具は、ハンダコテ、ニッパー、ラジオペンチ、ワイヤースリッパ、ピンセット、ハンダ、プラスドライバー、ナットドライバー、六角棒レンチ、テスター、ってありますね。テスターは、600ボルトまで電圧が測れるテスターですね。
抵抗値も、自分で読む自信がなければ抵抗値が読めるテスターを使ったらいいのかなと思います。それから真空管ね、6CA7、6SN7 は各2本ずつ、自分で買ってくださいということです。それから整流管の 5AR4 が必要ですってことですね。で、パーツはこうやってずーっと書いてあるんで、まあ、これはちょっと割愛しますね。あまりここで読んでてもあれですので、こういうものが使われてますよってことが書いてます。あとそれからね、これコンデンサーとかも、プラスマイナスがありますよとかっていうことで、ちゃんと注意書きが書いてありますから、これを見ながらやる必要がありますね。で、組み立て作業手順ですね。部品は軽いものからつけたらいいですよと。ね。裏の板とか、このサブシャーシの組み立て方ね。こういうね、シャーシの中にさらにちっちゃいシャーシがあるのを、これ大体サブシャーシって言うんですよ。で、ここにこうやってラグ端子とか、つけて配線するっていうやり方もあります。僕はこれまずやらないんですけど、まあ、空気の流れが良くなるとかっていうことでやられている方は多いようです。それからは、まあ、そんなに細かいことは書いてないですけども、組み立てるには十分な必要は書かれてくれているのかなと思います。で、配線はここからやっていってくださいねっていうことが順番に書いてあるので、これを見ながら、じっくりやっていったらいいんじゃないかなと思います。あ、ちゃんとね、シールド線もこういうふうに端末処理するときれいにできますよとか書いてありますから、こういうの見ながら、ゆっくりね、ゴールデンウィークなんかの前に購入されて、ゆっくり作ってみると面白いんじゃないかなと思います。ですね。それから、まあ、B 電源の整理の配線とか、平滑回路の話とか、出力段の話、電圧増幅段の話っていうことになってますね。あ、この、フィルムコンデンサー入ってますけども、これなんかも、オイルコンタイプとかにね、変えてみると、すごい、音が変わりますから、まあ、どっちが好きかは人それぞれですけど、あとはスピーカーとかね、そういう組み合わせがあるんで、どっちがいいかっていうのはここでは言わないですけども、まあ、こういうものを変えても面白いかなと思います。ですね。で、全部差し終わったら、ここを測ると何ボルトになりますよって丁寧に書いてありますのでね、これを見ながら一個ずつチェックしたらいいです。だから、チェックして OK だったら、こういうマニュアルの横にちょんちょんとかって入れていくとね、すごいいいんじゃないかなと思います。で、なんか視聴とかもちゃんと書いてありますね。アンプの電源がオフになっていることを確認して、出力端子にスピーカーを接続してください。入ったままやらないでくださいよってことですね。で、アンプとかってみんなそうなんですけど、メーカーのアンプは、まあそういうことはないようにできてると思うんですけども、エイチングしたいからって言って、出力にスピーカーもつながない状態で、あと入力の配線もしない状態で、アンプの電源だけ入れるっていうのはね、やめた方がいいですね。なんかの衝撃があった時に、中で電気が増幅されると、それが出ていくところがなくなっちゃうんですよね。そうすると部品が壊れる原因にもなったりするので、必ず電源入れるときはね、スピーカーをつないでからにした方がいいです。で、自分で何かいじっててやるんであれば、まあその、スピーカーじゃなくて抵抗でもいいと思うので、まあ、何もつないでないときを無負荷って言うんですけども、無負荷の状態で電源入れると、予期せぬ動作しますから、せっかくね、組み立てたものを壊しちゃったりするといけないんで、まあ、必ずなんかつないでから電源入れられた方がいいです。それと、どうしても無負荷で電源入れなきゃいけないときは、ボリュームがついてれば、ボリュームを一番絞り込んでおくと。そうすると入力回路からのノイズみたいなのが入っていくのが防げるので、予期せぬ動作っていうのをそれで防ぐ効果もあるかと思います。はい、ちょっと脱線しましたけど、そんな感じです。回路図はさっき見たんで飛ばしていきます。最後にね、アンプの仕様が書いてありますね。スピーカー出力は 7W、7W ですよ。4、6、8、16から2種類をつないでおいてくださいっていうことですね。で、周波数特性は 20Hz から 85kHz。すごく優秀ですね。でね、これ消費電力 100W って書いてあって、これって、ね、僕ね、真空管アンプって恐ろしく省エネだなと思います。たった 100W。1A ですよ。1A のアンプでこれだけ素晴らしい音出してくれるんで、これはやっぱりね、真空管アンプはいいと思いますね。
トランジスタのクラス AQ とかっていうととんでもなく電気食うんで、そういうのがないっていうのは素晴らしくいいのかなと思います。それから外径寸法ですよね。幅が350で、奥行きが250ですね。トランスの高さも含めて170センチぐらいですから、まあ、特別大きいこともないかなという感じはします。で、重さは約 9.9 キロ。これは重たいですよね。こういうオーディオ機器の分類では10キロ近いってことは結構大きいなと思います。で、オーディオは、音の良さは重さだなんて人もいるんで、重い分には全然問題ないのかなと思います。それからまあなんか安全上の注意っていうことでいろいろ書いてあったりしています。で、販売元はゼネラルトランス販売様ですよということですね。ちょっとこっち戻りますと、まあこういう形で、まあね、注文して買うことができると。在庫ありになってますから、まあ見ていただいて、もし興味があればですね、入れていただいたらすぐ購入できるんじゃないかなと思います。まあキャマラにね、ゼネラルトランス販売さんのいいところは、秋葉原に実際店舗ありますので、まあ、時間は限りますけど、限られていると思いますけども、ここに書いてありますけども、まあ、ちょっとね、店員さんのいらっしゃる時間は限られてますけども、その中でご相談もね、できるかと思いますので、行かれたらいいかなと思います。私も、何回か行ってお話しさせていただいたんですけども、非常にね、自分のこの YouTube とかの方のアドバイスもいただいたりしておりまして、非常に詳しい方がいらっしゃいましたので、いいんじゃないかなと思います。まあ、トランス買うときもね、アドバイスしてくれると思いますので、気楽にね、声かけたらいいんじゃないかなと思います。はい。今日はね、ちょっとその新しい情報を手に入れたので、そのお話をと思いまして、動画の方を撮らさせてもらいました。最後までね、ちょっと長くなりましたけども、ご覧いただきましてありがとうございます。また、こういった形で定期的に、商品の話とか、アンプの作り方の話、流していきますので、ぜひよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ありがとうございます。